私はおじいさんとお父さんがお寿司屋さんだったので、それを見ていたので、小さい時幼稚園ぐらいからお寿司屋さんになりたいと思っていました。私のお店はオープンしてから3年間ぐらい経って急に暇になってしまったので、何かこのお寿司屋さんに来るための武器を見つけないといけないと思って、必死にもがいた結果そこに行き着いたんです。まず熟成、私が熟成というものに気づいたきっかけは、一本のすごく高いお魚があったんですけども、やっぱりお客さんがずっと来なくて暇だったので、その魚が腐ってしまったんですね。でそれが大きかったので、まあ、2つに割って捨てようと思ったんですけど、その捨てようとして半分に切った時に、脊髄の周りだけ色が真っ黒じゃなくて少し色がまだ生きてたんですね。なんでそこをちょっと腐ってはいたんですけど、ほじって食べてみたら、その魚の持ってる味よりもすごく濃い味がしたので、ただ腐っていたので匂いはすごい悪かったんですね。だその匂いの悪い部分を取れば、もしかしたらその味の濃いところに行き着くんじゃないかなっていうのが、きっかけで、それから熟成というものに、入っていたところです。本当のお寿司のスタートはすごく手をかけた仕事が、お魚に仕事を施したものがお寿司だったんですけども、それがだんだん新鮮であれば一番いいというふうになってしまって、仕事をしなくて生きた状態で持ってきて、生きてるやつを目の前でさばいてお寿司にするような時代が長く続いてしまったので、また今少しその新鮮なものにみんなが飽きてきて、ちゃんと仕事をしたものがお寿司であるっていうふうに認識が戻ってきてると思うんですね。その中で戻ってきて、ただ昔のそのまま今じゃなくて、新しいことがその一つ目が熟成だと思いますね。そうですね、その中でただ大昔の寿司は熟成ということはなくて保存食ではあったんですけど、それをまあ現代の江戸前寿司というか仕事をするっていうのが、僕の江戸前寿司は熟成という一つの仕事が江戸前寿司、熟成寿司になっているんですね。毎日ですよ毎日僕が豊洲に行くのは、女性がデパートに行って欲しいカバンをいくつでも買うのと同じなので、毎朝高級なデパートに行って欲しい魚を好きなだけ買ってこれるので、こんなに楽しい仕事はないですよ。